シュテムベイでは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、デトモルト行政管区のミンイコールルベッケ軍に属す、町村である。この町は、州内で、最も人口密度が低い町の一つである。レーフェルン、デステル、ベーデムの集落は969年に、初めて文献に記録されている。現在の自治体としてのシュテムベイでは、1972年まで、 独立した自治体でアムトレイフェルン、またはアムトリリンゲンベーデムに属していた13の町村が合併して1973年に成立した。シュテムベーではノルトラインベストファーレン州の北東部に位置する。この町はオストベストファーレンリッペ地方北部、ニーイコールルベッケ軍の北西に位置する。州最北端である NRW、 ノルトプンクトに近いディウンマー自然公園内にあたる。最寄りの大都市はオスナブルックとビーレフェルトである。シュテムベイでの地形図シュテムベイでは文化的にはミンデナーラント地方に属す。自然環境上は完全に北ドイツ低地のゲースト地形に位置する。さらに小分類ではディウンマーゲース地方にあたる。この名の由来であるディウンマー湖はこの町の北約4キロメートルに位置している。 ジュンマーゲース定地は、さらに二つの地域に分けられる。このうち、シュテムベイでは、その大半がラーデンディーペナウラー、ゲーストに属す。町の北部は、ディープホルツァー停止地に及ぶ。町域は、ほぼ平らで、起伏はわずかである。ただし北部には、シュテムベイラー山がある。その最高峰は、ベストループ集落の近くにあるコルウェス平で、その北西に隣接して、シャルフェ山がある。 この小さな山並みは中引く山地の孤立した市脈である。その南側のレイフェルナー丘陵、ズンデルナー丘陵、および西側のディーリンガークライは周囲から抜きんでるような高さではない。町の北東部にはオッペンベェアー湿地が広がり、海抜38メートルの町内最低点が位置している。町域内で海抜100メートル以上の地域は6.5、 平方キロメートルであり、150メートル以上は1.5平方キロメートルに過ぎない。町内の水域のほとんどが一定の間隔でこの地域の排水を担うように作られた運河である。これらは人工的に設けられたもので、支流と本流からなる古典的な流路システムを形成している。一番大きな川は南から北に町内を貫くグローサーディークフルスである。 町の東部の排水の多くはこの川に寄っている。シュテムベイでの東町境近くを流れるクローセア上川に直接流れ込む長南東部のいくつかの小さな川も排水に寄与している。町の西部はシュテムベイでの東の町境から約400メートル向こう側を流れるフンテ川の流域である。したがって、この町はその全域がベーザー川流域にあたる。 シュテムベイでの人口密度は85人、平方キロメートルで、軍内で最も人がまばらな町である。森林が少なく、基本的には入植可能な土地が比較的多い環境であることを考え合わせると一層、キーである。6000人の人口のほぼ半数が、3つの大きな集落であるレイフェルン、ディーリンゲン、レーデムに集中している。これに対して、 町の中央部分や最北部は特に人口密度が低い地域である。大きな森林地域としては森に覆われたシュテムベダー山やレーフェルン近郊のレーファーバルトがある。土地利用の概要を以下の表に示す。クエール、州データ管理、統計局この町の面積は165.29平方キロメートルである。南北は約17キロメートル、東西も 最大約 17km である。シュテムベイでは、東は、ラーデンとエスペルカンプ、南は、プロイシュシュオルデンドルフと境を接する。西と、北は、ニーガーザックセン州で、時計回りに、バートエッセン、ボームテ、レムフェルデ、ブロックム、シュテムスホルン、クベルンハイム及びバーゲンフェルトシュテムベイでは、1973年1月1日に、ビーレフェルトポーに基づいて、 旧アムト・ディー・リンゲン・ベーデムとアムト・レイフェルン・に属す町村が合併して成立した。この町の基本条例4によれば、シュテムベーデの長域は以下の別威力とオルトシャフトからなる。シュテムベーデの気候は中央ヨーロッパの海洋性気候と大陸性気候との移行地域に位置することと北ドイツ定地に位置することに支配されている。この地域は基本的には 海洋性気候であるが、時折大陸性気候の影響を受ける地域にあたる。冬は大西洋の影響によりオおムおに穏やかであり、夏はほどほどに暑く、降水は一年を通じて比較的平均してある。降水をもたらす風は、主に西風及び南西の風である。シュテムベーでの気候は、自然環境が類似した隣のラーデンのそれと本質的に違いはない。 年間平均気温は約摂取9.3度で、シュテムベーダー山付近ではこれより摂取0.5度低い。年間降水量は町の東部で約650ミ、mm、リメートル前後、西部や北部では約700ミリメートル前後である。この町の東部はオストベストファーレン地方で最も乾燥した温暖な地域の一つである。レイフェルンの修道院に関する1227年の 文書969年の司教の文書に、キシローデが民伝聖堂に農場、農土などを寄贈したことが記録されている。当時の民伝司教はミーロフォン民伝であった。この文書には、レイフェルン、デステル、ベーデムの集落が初めて言及されている。1055年には、司教エイギルベルトフォン民伝がアーニカムに文農場を有していたことが報告されている。 1198年、オスナブリュックの文書にシュテムベーデの名が初めて記されている。1227年、騎士のブルフリートでアルネカンプの名前が現れる。彼は立会人として登場し、1224年にはアレンカンプの屋敷をオスナブリュック司教座聖堂参事会に売却している。1227年、民伝市教コンラート一世、本流デンベルクは、 レーフェルンに死闘会修道院を創設し、教皇グレゴリウス九世は1228、31年にこの修道院に対する保護状を発布した。13世紀にはデリンゲ間の聖マリア教会の祖先が置かれ、民伝司教によってハルデム上官が建設された。1368年、フライグラーフシュテムベイで領の裁判権が民伝司教及び、 聖堂参事会に移された。これによりこの地域は完全に民伝主教領の構成要素となった。1558年にレイフェルンの修道院は宗教改革によって世俗の貴族のための婦人養老院とされた。現在のシュテムベーデの地域は1648年に民伝主教領とともにブランデンブルクプロイセンの民伝公領となった。 現在の長域と旧アムとの構成、1806年にナポレオンはこの地域を占領し、現在のシテムベイでは1807年にベストファーレ王国ベーザー圏の一部となり、さらに1811年にはフランス帝国オーバーアイエムス圏に編入された。1810年に婦人養老院はナポレオンによって廃止された。ナポレオン支配の終焉後、1813年に、 再び、プロイセン領となった。新たな行政機構は1816年までに構築された。この地域は、プロイセンのベストファーレン州北東部を占めることとなり、新たに創設されたラーデン郡に属した。1843年からは、現在の町域は、アムトディーリンゲン、アムトベーデム、アムトレーフェルンで構成されることとなった。アムトディリンゲンとアムトベデムは、 しばしば暫定的に連合を繰り返した。アムト内にはすでに現在の小区が個別の町村として存在していた。1943年12月16日、オッペンドルフで1 8 0 0ラムの爆弾と大量の焼夷弾を搭載したイギリス軍爆撃機が墜落した。19件の農家が破壊され死亡者が出た。現在のシュテムベイの長域における戦争被害は これだけではなかった。1945年4月4日、レーフェルンでドイツ兵がイギリス軍前衛部隊を襲撃し、戦闘がなされた。この戦闘で10人のドイツ兵、6人のイギリス軍戦闘員、6人の一般住民が死亡し、レーフェルン及び周辺集落の50棟以上の建物が破壊され、あるいは損傷を受けた。 1973年1月1日に発行した自治体再編以前、小地区はアムトに属す独立した町村であった。アムト・ディーリンゲン・ベーデムに属したのが、アレン・カンプ、ディーリンゲン、ドローネ、ハルデム、オッペンドルフ、オッペン・ベーエ、ベーデム、ベストルプであり、アムト・レイフェルンには、デステル、レイフェルン、ニーダー・メーネン,ン,ン、ツンデルン、ツビーハウゼンが属した。 小さなあまり重要でない土地がこの期限までに整理されたほか、オッペンベー東部の小さな部分が同日に成立したラーデン市の一部に編入された。1973年1月1日以降、さらなる合併や分割はなされていない。シュテムベーデの名前は中世後期のフライグラーフシュテムベーデに由来する。民伝子協領がプロテスタントの協議を受け入れ、 遅くとも1648年までに世俗化がなされ、プロテスタント国家プロイセンの民伝公領に編入されて以後、この町の住民は完全にプロテスタントイコールルター派の信者である。プロテスタント住民は、オッペンベーレーフェルン、ディーリンゲン、ベーデムのプロテスタントイコールルター派協会組織に属している。これ以外の宗教組織の拠点や協会は、シュテムベーデにはない。 シテム米での宗教分布の間接的な証拠として、この町の学生の宗教分布がある。これによれば 78.、78.9%がプロテスタント、6.7%がカトリック、2.5%がイスラム教、3.9%がその他の宗教を信仰し、7.8%が無宗教である。 ゲルトリバックは2009年8月30日に60.24%の票を獲得して町長に就任した。2015年9月13日の町長選挙では FDP の衆議会議員であったカイ・アップルスチャートが56.8%の票を獲得して新しい町長に選出された。シュテム米での町議会は32議席からなる。 シュテムベイでの旗シュテムベイでの町の1999年11月18日に制定された基本条例にによれば、シュテムベイでは1975年2月6日の行政管区長官の文書によって紋章、旗、上りの使用を許可された。紋章の図柄、青字。基部の身部の金色の山の上に、金色の下向きの剣。その両側に二つの銀の百合 ミブの山はシュテムベーダー山である。剣は裁判権を象徴するもので、ベーデムに昔法廷があったことを示している。また、剣はベーデムの騎手ゲールケベーデハムの1441年の印象に由来するものでもある。剣はアムトディーリンゲンベーデムの紋章にも使われていた。ユリは修道院の町ルエフェルンの紋章であり、この地区に修道院があった歴史を示している。 旗は白地と青地に上下2分され、旗竿より中央に街の紋章が描かれている。ハイマートビューネシュテムベーダーベルクは定置ドイツ語の演劇上演がなされる。アマチュア劇団オッペンベーエはアドベントに公演を行っている。レイフェルンの若者で組織されるアマチュア劇団クライネビューネは秋に高知ドイツ語及び定置ドイツ語の作品を レイフェルン祝祭ホールショーホールで上演している。1714年建造の旧市教館内のレイフェルン郷土館は、レイフェルン修道院及びその所在地としての村の歴史を展示している。展示されているのは織物や糸紡ぎといった家内製紙工業の道具や地域の民族衣装などである。この郷土館を運営しているレイフェルン郷土協会 EV は夏季になると、 レーフェルンの風車を使って粉引きやパン焼きの再現実演を行っている。結婚式場としても用いられるベーデム郷土館は昔の生活、仕事、衣装を展示している。ベーデムの古い教会の時計やベーデムからアメリカへ移住した人々の記録なども展示されている。シュテムベーデにはエスペルカンプとラーデン及びシュテムベーデで結成している。 音楽教育連盟の分施設がある。シュテムベーデでは2つの祭りや、その他の音楽イベントが開催される。これらは2つの文化サークルによって運営されている。オッペンベーのボック風車、シュテムベーデには3機の風車が残されており、いずれもベストファーレン風車街道の一部となっている。ドローネにはかつて世界最大であった風力発電用風車がある。 その他の建造物や見どころは以下の通りである。ハルデムの聖十字礼拝堂レーフェルンの境界この町の多くの集落が我らの村が美しいコンテストで入賞している。ハルデム城公園オッペンベーアーモアシュテムベーデには4つの自然保護地区がある。アムオッペンベーアーモア、レーファー対比レーファー、ブルッフオッペンベーアーモア、レートラーゲである。 シュテムベーデの町内で215ヘクタールが保護されているオッペンベーアーモアはシュテムベーダー山の北東に位置する。湿地の植物は踏みつけられる負荷に対して極めて脆弱であるため板を渡した歩道や標識で指定された散策路上しか足を踏み入れることは許されない。シュテムベーダー山の北西、フンテ近郊にはデュンマー自然公園のシュテムベーデ部分が広がる。 シュテムベでないの9本の孤立樹が自然文化財に指定されている。シュテムベでは州のコンテスト、スポーツの街で入賞した。住民の63%が町内の29のスポーツクラブに参加している。毎年開催される精霊降臨祭の国際ジュニアトーナメントはドイツ全土あるいはヨーロッパのサッカークラブにはよく知られた大会である。2007年には 第30回大会がベーデムで開催された。オッペンベーにはスポーツ射撃のノルトベストファー練習運営本部がある。シュテムベーでの主なスポーツクラブには以下のものがある。シュテムベーダーオープンやは1976年から毎年8月にハルデムで開催されている。この無料野外フェスティバルには2万人以上が訪れる。このイベントは2010年に 第34回を迎える。JFK システムベイデ EV。JFK は、ユーゲント、フライツイートウンとクルトゥールの略は、会員数約400人のサークルで、システムベイダー、オープンエア、休暇活動、ユーゲントビストロ、ライフハウスや、その他の文化活動を運営している。システムベイダーカルチャリングは、約70人の会員で、多くの文化行事を運営し、毎年ミンデナーシュティヒリンでの、 カバレットの運営に参加している。バルトフリーデン・ワンダーランドはサイケデリック・トランスを中心とする野外音楽フェスティバルである。民族祭のレイフェルナー・マルクトは毎年10月に開催され、産業展示なども行われる。オッペンベーアー・ビュンゼ・マルクトは毎年9月に開催される民族祭である。マーケットでは、例えば芝カーリレースやドルフ・アーベント、 テントでの礼拝などが行われる。このマーケットは250年以上昔から行われているが、かつては家畜の市場であった。やがて家畜を連れた商人は影を潜めた。アドベントの時期には、オッペンベーエの丘のアドベント、デーリンガーアドベント、レイフェルンのクリスマスマーケット都庁内で3つのクリスマスマーケットが開催される。オッペンベーエのアスパラガスは広く知られており、 町内の砂地の土地で栽培されている。5月には、オストベストファーレン最大のアスパラガスマーケットが、シュテムベーデで開催される。最寄りのレムフェルデ駅は、鉄道ブレーメンをスナブリック線に面している。この路線は、D リンゲンを通っており、この集落を2分している。ドローネには、貨物専用駅がある。地方バスは、レムフェルデ、ラーデン。 リュベッケ、エスペルカンプ域機が運行している。シュテムベイではよく整備された、修道775号線経由で、連邦道 B51,B239,B61,B482 号線に接続している。最寄りの大きな空港は、ミュンスター・オスナブリック国際空港及び、ブレーメン空港である。シュテムベイデを貫いて、広域自転車道、 ハノーファーシュタインフーダーメア、デュンマーゼイやミューレンルートが通っている。また、広域遊歩道、エムスハーツェフンテイルゼベクがこの町を通っている。シュテムベーデ最大の企業は、ZF フリードリヒスハーフェンの子会社 Z 会、レムフェルダー GMBH で、シュテムベーデでは、約700人の従業員が自動車部品の製造を行っている。2番目に、大きな雇用主は、 約550人の従業員を要する、デーペンブロックバウ GMBH&COKG である。この2社の他は、中小企業である。オークとカンストストフテクニック GMBH は、本社とヨーロッパ全体で3つある、生産拠点のうちの1つがオッペンベイにあり約450人が、働いている。40年以上ベーデムに拠点を置いているアプティファット、ジャカグループには、 約300人の従業員がある。レイフェルには、ファ・ディラ・フェイン・コスト・イム・ポーテの中央管理部門と流通センターがある。シュテム・ベーダー・ツイトングは、ベスト・ファーレン・ブラッドの地方紙である。シュテム・ベーデ向けの地方面はノイ・エ・ベスト・フェリシェの、シュテム・ベーデ1にも掲載される。ディープ・ホルザー・クライス・ブラッドは、シュテム・ベーデと、ラーデン向けの郷土紙を発行している。 軍内向けのローカルラジオ局がラジオベストファーリカである。ハルデム城の処置刑務所ではドイツで数少ない囚人新聞が制作されている。シュテムベーデには行政庁舎が2つある。この町はレーデムで図書館、メディア館を運営しており、オッペンベーデ、ディーリンゲン、シュテムベーデ、レーフェルンにも図書館がある。ベーデムのユーゲントビストロ、ライフハウスは JFK シュテムベーデが運営しており、青少年向けに食事を提供し、青少年活動を企画している。この活動はシュテムベーデ学校センターの本家庭学校や実家学校と密接に結びついており、空間的にも近くに位置している。さらにその建物は様々な種類の文化イベントに利用されており、一部は成人を対象にしている。シュテムベーデ消防団は、 それぞれの地区にある、K13 の消火班からなる。消火班は、Q a m と D ・リンゲン、レイフェルン、ベーデムに対応した3つの消火隊に組織される。消防団の他に、NPO のドイツ赤十字、シュテムベーデ分団、EV があり、災害救助に支部隊に属す。病院は、軍レベルで、管理されている。最寄りの病院は、民ンデンリュベッケ、ラーデンにある。 ベスト・ファーレン・リッペ地方協会は、薬物中毒犯罪者の治療とリハビリテーションを行う処置刑務所を運営している。シュテムベイでは、ラーデンク裁判所管区に属す。ベイデム学校センターこれらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。